本日のスペシャルゲストは小池百合子東京都知事、高野則夫中市長、俳優の杉浦太陽氏、進行役は東京ブロック協議会会長溝戸木奈美君が務めさせていただきます。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。それではダイバーシティのディスカッションの方を始めたいと思います。皆さんこんにちは。本日よろしくお願いいたします。私はこの、東京ブロック協議会の第48代会長を務めております溝呂木と申します。本日はコーディネーターをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日は本当にお忙しい中ですね、素晴らしい、ゲストをお招きいたしました。それでは、早速ではございますが、ディスカッションに移る前にですね、本ディスカッションは、心のイノベーション、魅力あふれる多様性社会についてということで3つのテーマを掲げております。1つ目がダイバーシティって何っていうところと、あとは偏見について、そして政治地域における女性の活躍と女性外国人 LGBT 障害者の雇用についてゲストの方々からお話をお伺いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずテーマ1つ目1といたしまして、ダイバーシティって何ということなんですけれども、まずはダイバーシティ、皆さん知ってますよ、聞いたことあるよっていう方いらっしゃいますかね。あ、ダイバーシティ知ってる方、知ってる方、聞いたことあるよって方いらっしゃいますか。そんなにいないですかね、まだね。お台場じゃないですよ。そう、お台場じゃないですけどね。なかなかちょっと皆さんまだまだわからないかなというところなんですが、ダイバーシティとは直訳すると多様性という意味があります。多様性、はい、で幅広くですね、性質の異なるものが存在すること、相違点とか、そういう意味なんですけれども、社会組織における、ダイバーシティとは、多様な人材を生かすことですよということです。さまざまな違いを受け入れて尊重し合うことで、積極的に生かして変化をすることで社会環境や多様化する社会コミュニティを効果的に対応するという、ちょっと非常にとっつきづらい、それをね理解していただこうという。そうなんですよね、はい、ということで、要は自分の相手と自分が、違うよということを理解して受け入れるととってもいいことがあるよっていうことをですね、皆さんに今日お話しできればなというふうに思っています。まずは小池都知事にお伺いしたいと思いますが、多様な人材を生かすことということで、東京都ではどのようなダイバーシティを意識された取り組みを行っているかお聞かせいただきたいと思います。はい、ダイバーシティをご存知の方というので手を挙げていただきましたら、ざっと見るとそうですね、2割ぐらいの方でしょうかね、ご存知だという、そういう意思表示だったかと思います。私もね、昔国政にいた頃ダイバーシティのことをやろうとしましたら、男性議員が小池さん、そのダイバーシティってのはどの駅にあるんだねって言われたことがあって本当に理解が進んでいない。やっぱり国政からそこのとこ変えていかないとダメだと思うんだけれども、国政の女性議員の比率っていうのがですね、国の数で100いくつあるんだけれど、もうほとんどねブービーメーカーぐらいなんです、日本は。全然低い。ちなみに今私東京都知事でありますけれども、都議会は最近は女性議員が俄然増えまして、都道府県の中で東京都の議会の、女性議員比率っていうのは
全国一番になりました。そしてまた政策もですね、女性の皆さんの意見を代表する、例えば子育て、それから待機児童、介護の問題もやっぱり女性が非常に重くね、負担を感じておられるところですけれども、そういったことを随分取り上げる、議会側からもそういう声が上がってくる。で、私もダイバーシティ、それからセーフシティ、セーフシティっていうのはもうそのもの安心安全な東京、そしてスマートシティって言って、これは環境とか経済金融に優れた東京にしていこう、ダイバーシティ、スマートシティ、そしてセーフシティ、この3つのシティで、東京を作り上げていこうとしてますので、はい、ダイバーシティはまさしく3本の柱のうちの重要な1本ですので、力を入れているところです。はい、ぜひ今日ね、お帰りになるまでにほとんどの人がダイバーシティのことをご存知ですよねって言った時に、全員はーいと手が上がるようにこのダイバーシティ府中駅にもあるということですよね、はい、市長、はい、そうです駅にあるということ、はい、ありがとうございます。都議会で女性議員が全国1位ということで、非常に素晴らしいなというふうに感じました。私ども青年会議所もですね、まあ、ほとんどが男性メンバーなんですけれども、まあ、私は初めてこの東京都の女性ブロック会長を初めて今歴任をしておりましてですね、まあ、徐々にこの青年会議所JC という組織も女性が活躍できる組織になってまいりました。まあ、しかしながらですね、女性が輝ける組織にするためには、まあ、男性と同様に動ける女性だけではなくって、女性が女性として活躍できる、そんな組織を作っていくことが必要だなというふうに思っております。まあ、続いて高野市長にちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、多様な人材を生かすことということで、府中市では男女共同参画推進本部が平成11年に、男女共同参画、推進本部を設置されたということですが、この本部を設置するに至った背景として、また設置以降の成果や実績、そして男女参画以外のダイバーシティについてはどのように取り組みをされているのか、お聞かせいただければと思います。はい、府中市長の高野則夫と申します。今日は日本青年会議所関東地区東京ブロックの大会をこの府中で開催をいただきまして、まず厚く御礼を申し上げますとともに、今日は府中市以外から府中市にたくさんの方がおいでをいただいていると思いますけれども、府中が誇るこの欅並木、府中のシンボル欅並木にこれだけ大勢の人がおいでいただいて、緑と皆さんの笑顔とかとても映えてるなというふうにこちらから見て感動しておりまして、本当にありがとうございます。府中市では、まあ、他の自治体も同じだと思いますけれども、昭和50年代の後半から60年代にかけて、女性の、まあ、地位といったら語弊があるかもしれませんが、役割、男女平等ということに関するさまざまな課題がたくさん取り上げられるようになりました。そして平成に入りましてから府中市では、まあ、この府中駅の隣の隣、京王線の中河原という駅に女性センターという会館を、まあ、ワンフロアなんですけれども、マンションの下でワンフロアですが、女性センターという施設を平成7年に作りました。でそこで女性のさまざまな社会における課題を取り上げたり、あるいは女性同士、男性も入って一緒にそういった課題を協議する場というのを設けました。そして平成、まあ、11年、この年が市政施行45周年にあたるということで、男女共同参画都市宣言というのを行いまして、都市宣言を行い本部を作りました。まあ、この本部というのは、基本的には市役所の中の部長職がこの本部組織のメンバーなんですが、しかしこの本部会議を年に数回行うとともに、その下部組織で職員が男女共同参画推進がしっかりできているかどうかということを毎年毎年プラン
PDCA、プラン、ドゥ、チェック、そして次のアクションというふうに繰り返しておりまして、もうすでに第5次計画、第6次計画と次々と新たな計画を立ち上げて、進んできております。で、男女の、まあ、共同のまちづくりについては進んでいると思っているところでありますけれども、しかしながらなかなか、例えば市の組織における男女の特に管理職における比率などは、なかなかこう女性の数が増えていないなどという指摘も受けていますし、また特に、近年は、DV に関する課題が市民の皆さんからも多く寄せられているし、各種報道でもそういうことが、挙げられておりますので、まあ、新たにその時代において、新たな課題を取り上げて本部での会議を進めているところであります。はい、ありがとうございます。素晴らしい、ね、取り組みですよね。私も府中市男女共同参画推進、フォーラムですね、ぜひ参加してみたいなというふうに思いました。それでは続いて俳優の杉浦太陽さんにお伺いいたします。はい、お願いします。杉浦さんは皆様もご存知の通り、奥様が元モーニング娘。の辻のぞみさんでいらっしゃいます。辻ちゃんですね。はいはい、私も朝ヤン世代でございますので、ちょっと年齢がバレますけれど、朝ヤン世代でございます。オーディションから見えた頃ですね。はい、ラブマシーンとかね、よくカラオケで歌わせていただいておりまして、皆さんもよく歌いますよね。ミニモニ世代の方いらっしゃいます。ミニモニ世代の方います。あ、結構います。ちょっと恥ずかしがね。ちょっとあげます。ありがとうございます。はい、まあ、そんなですね、ご夫婦揃って芸能界で大活躍をされている杉浦さんですが、まあ、昨年末には4人目のお子様が誕生されたと話題になっておりました。授かりました。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。で、ご自身のまあお仕事がありながらも4人の子育てをされているということで、はい、また活躍されている奥様とどのような形でサポートをされていらっしゃい合っているのかなというところ、お話をお聞きしたいと思います。そうですね、まあ、一番身近なまあ家庭の夫婦のサポートですけども、まあ、うちの親とか祖父世代はやっぱり男は動かず女が動くみたいな世代でしたけども、やっぱりそれを見てきて、うちの母とかが結構大変な思いしてるのを見てきたので、やっぱりまあ子供を授かって、やっぱ夫婦でやっぱ親として支えていくにはやっぱり旦那さんの協力が必要不可欠だと思いますし、でも、まあ、結構ね、男って何から始めていいのかわからないところがあって、で、手伝ったはいいけど、逆に余計なお世話の時のタイミングとかあるじゃないですか。こうお風呂は洗っといたでってドヤ顔で言っても、いや今私がしてほしかったのはそれじゃないとか言って、そしたら俺はじゃあお風呂洗ってやったのになんでその態度はみたいな感じで喧嘩とかになったりするんですよ。だから僕は結構円滑に家事を手伝うルールとして決めてるのは、やっぱまず彼女がやっぱ動いているリズムっていうのは子どもの流れを見てこう家事を進めていくんですよね。だからそうすると、僕はじゃあ何をしたらいいんだろうかって考えた時に、あ、彼女は今何を一番手伝ってほしいんだろうかっていう、あ、じゃあ僕から勝手に動くんじゃなくて聞いてから動こうと思って、だから彼女は家の料理長だとしたら、僕は副料理長だと思って、で料理長の指示に従ってサポートしていこうっていう役割にしてきたんですね。そうすると、やっぱ彼女が今これやってほしいって時に、あ、分かったってやっていくと、彼女のリズムが読めてくるんですよ。で、読めてきて言われて聞いてきたことがあると、 2,3 年経つとね、あ、次これやったらいいんだっていうリズムが分かってくるんですよ。そうするとお互い何も言わずに家事がどんどんスムーズに進んでいったっていう、僕の今結婚してもうすぐ13年ですけども、ようやくそれが安定してきた結果なんですけども、でもそうするとやっぱなんかね、家庭に笑顔が生まれますね。素晴らしいですね。そう、奥さんのね、こう機嫌が悪いとね、もう家がピーンってなっちゃうんで、僕名前太陽ですけども、家庭の太陽は妻ですから、もう妻の笑顔を、もうこれを機嫌だけをなんとかね、よくするっていうのが大事ですから。素晴らしい。はい、そういう風にやってきました。ちょっと胸が痛い男性の方々がいらっしゃるんじゃないでしょうか。そう思うが絶対楽です、ね、そうすると家事を仲良くやってる姿を見てると、子供たちも笑顔になるし寄ってくるんですよ。奥さんが笑顔だと子供たちも笑顔になる、その直結を僕は大事にしてますね。
はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。もう素敵なエピソードをお聞かせいただきまして、はい、まだまだいっぱいありますけど、ぜひご家庭でも取り入れていただいて、はい、パパさん頑張っていただきたいと思います。楽しんでいきましょう。まあ、今のお話をお伺いしてですね、まあ、女性が社会で活躍をしていくためにはやはり家庭内の役割っていうものをですね、男が仕事、女が家庭みたいなね、といった偏見や思い込みをやっぱりなくしていかなければいけないなというふうに思いました。ありがとうございます。それではテーマ2に移らせていただきますが、まあ、この偏見についてですねということで、まあ、マイノリティに対する思い込みや偏見が、まあ、ここにあるかと思うんですけれども、まあ、例えば最近の若者は根性がないとか、インド人は数字に強いとか、まあ、あとは子育て中の女性に時短勤務を認めているのに、まあ、子供のいない女性に対しては不公平であるとか、まあ、そういった根拠もない思い込みとかっていうのは、まあ、個人で必ずしもあることで、まあ、なくすことはできないと思いますが、まあ、自分の中の偏見を意識しつつですね、まあ、コミュニケーションを取れば相手と尊重し合いですね、まあ、意向やその人の価値観を理解することができると思うんですね。まあ、性別や国籍にとらわれることなく、受け入れていくということで、このテーマはちょっと地元の高野市長にお話を聞いてみたいと思うんですけれども、まあ、高野市長ご自身の、地域において誰にでもある思い込みや偏見についてはどのようにお考えでしょうか。まあ、具体的に、お話をするとやっぱり一番心配しているのは常に、いじめ問題ですね。でこれは子どもたちの心の中にもあるいは社会にもどこかに、自分と違うことをあるいは周りのみんなと違うことを、認めずに、何らかの勢いで特定の人をいじめてしまう、このいじめというものが一番こういつも気になっているところです。それから、そのことを捉えていきますと、当然、人間それぞれが人権というものを意識して常に暮らしていくことということが大切だろうと思っております。はい、ということですので、はい、そういうことですので、いろんなご意見があるということでございますので、そのことをやはりですね、地域の中において意識していくというのが、まあ、市政における一番大事なところで、これが広く平和へとつながっていくんだろうというふうに思っていますいるところであります。はい、ありがとうございます。府中市では、マイノリティもすごく生かされているということですし、また男女、参加推進も生かされているということで、本当に青年会議所でも見習っていきたいなというふうに思っております。続いて杉浦さんにもお話を聞きたいと思いますが、はい、杉浦さんの仕事や子育てで思い込みがあったとか、また思い込みをされていたことでどのような経験がありますでしょうか。そうですね、先ほども男は仕事、女は家庭という意見もありましたけども、やっぱり男女平等で社会進出というのはとても大事なことだと思います。でもその逆にその男女平等に仕事って思いすぎて、それも逆に思い込みで、なんか専業主婦もすごく大事なことじゃないですか。その専業主婦になりたい方のことも考えてのこともあんまり押しすぎても僕はどうかと思うんですけども、もうやっぱり僕も妻も仕事もしてましたから、子供を産休入って、で早く仕事したいからいつでも仕事してもいいよって声をかけた時に、いや私は今子供といたいからまだ仕事したくないって言われたんですね。逆に僕としては、あ、仕事したいんじゃないんだ、こういう今の気持ちもやっぱ大事にしてあげなきゃなと思いましたし、逆にじゃあ家庭を頼むね、僕仕事頑張るねっていう話をしてたら、その1年後には、あ、私やっぱり仕事したいっていう気持ちも生まれてきますから、やっぱり夫婦間の問題でその今の気持ちをこうちゃんと話し合う、語り合うっていうのはすごく大事なことですから、やっぱりこうなんだろう、やっぱ本当それこそ本当に先入観と言いますか、先入観って良くないなと思いますし、なんだろう、やっぱりこうお互いの理解があるからこそ、こう家庭もうちも2人3人、まあ、4人目も行きましたけども、
っぱり子供が増えるとやっぱ負担ももちろん増えますけども、でも僕の中ではやっぱり4人授かったことによってより夫婦間の絆が深まったというのがありますから、すごくなんか夫婦っていうのはちゃんとこう向き合って話し合っていかないといけないんだなっていうのを改めて感じましたね。はい、はい、ありがとうございます。夫婦が自分たちの思い込みというよりは、お互いの個性を受け入れて、尊重し合うことで家庭環境も良くなっていくということで、はい、また社会にもね、教育にも、変化していかなくてはならないのかもしれないですね。ダイバーシティ夫婦に育てられているお子様たちはきっと、受け入れることに慣れていらっしゃるので、グローバルな人間に育つというふうにいろいろ聞きますが、ぜひ杉浦さんのところのお子様たちもきっとそういう感性豊かなお子様に育っていただけるのかなというふうに思いますね。青年会議所もですね、20歳から40歳まで のメンバーで構成されているんですけれども、ちょうど子育て世代なんですね、はい、でまだ独身の方も多いですし、また今少子化というところで、多子社会を創造していくというところも今青年会議所で動いていますので、ぜひ杉浦さんのお話も参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは最後のテーマとなりますが、3番の政治地域における女性の活躍と、女性外国籍の方、また LGBT 障害者の雇用についてということで、こちらは初の女性都知事を務められていらっしゃいます小池都知事からお話を伺いたいと思います。東京都で行っている3つの先ほどお話ありましたシティについてのうち、ダイバーシティについて具体的な事例と、これからの社会に必要なダイバーシティについてと、また日経 SDGs、ESG サミットでご講演をされたときに、国連の定める持続可能な開発目標 SDGs について、東京の得意とするところ、そして持続可能な都市として世界をリードしていく SDGs、ESG 投資の先駆的な例を東京から作りたいということで、意欲と述べられていらっしゃいましたが、ダイバーシティと密接な関係にある SDGs からの観点についても、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。最近はですね、経団連の財界の方々もこのカラフルな輪っか、こちらですね、はい、Goals、Sustainable Development Goals 17あるんですけれども、その中の一つダイバーシティ、そして女性の活躍っていうのも非常に大きなキーワードになっております。あと環境なども大きな課題になっているんですが、やはり日本をですね、残念ながら今その国際競争力から見てもですね、どん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 地位が低下しているのがさまざまなランキングで分かります。でそういう中でランキングを下げている理由が、女性のその生かし方っていうのが他国と他と比べて良くないと。もっと言うならば、いわゆる働き方によって生産性が低いというのもまた足引っ張ってるんですね。でこの女性の部分と働き方っていうのは実は同義語のような部分がありまして、これまで戦後の高度成長期、つまり第1回目のオリンピックの頃っていうのは、とにかくみんなよく働いて、戦後の復興から、ああ新幹線ができたね、首都高ができて、ああ1964年、東京大会でブルーインパルスが青い空にですね五輪の輪を描いたって、今日は若い方ばっかりだから、違う方も若干おられますが、でも2度目の、ね、オリンピックを見られるって本当楽しみだと思います。で1回目っていうのはまさしくね、成長成長成長だったわけですね。で一方でそこで働き蜂、日本の勤勉人の勤勉さということで、これまでそれを裏付けるかのように、日本は経済大国への道を走っていったということですね。一方でその働き方
今新しい令和の時代も続けますかっていうことですね。すでに少子高齢化は現実のものになっています。そして高齢でリタイアされた方々っていうのは当然年金であるとか、まあその方々によって収入は違うでしょうけれども、そうすると経済指標だって当然それによって変わってくるわけですね。そうなるとますます日本のさまざまな国際競争力の点からも落ちてくる。そこで私はやはりこれまで眠っていた、最大の未活用エネルギーっていうのは女性だと、これもう何度も申し上げてるんですが、この女性の力を生かしてこそ日本っていうのはこれまで男性一本足で立ってきたようなところをもっと強固にしていく社会、そして要はシニアの皆さんもですね、65歳といったような節目ではなくて、いつまでも働きたい人はね、それから首都大学東京では100歳まで学べるコースというのを作っておりまして、ここにはですねちゃんと受験して入られるんです。80歳代の方も学び直しといって、学びたいという人にはそのチャンスを作る、働きたいという方には働いて、その例えば府中ですと東芝、ね、東芝のリタイアされたエンジニアの方々がベンチャーで起業したって全然おかしくないわけですよね。そんな力のある方いっぱいいらっしゃる。そうですね。だからそのチャンスを作るということだと思います。で、SDGs でありますけれども、それから ESG っておっしゃいましたよね。これエンバイロメント、環境ですね。それから ESG ですから、サステイナビリティとか、サステイナビリティですね。それからソーシャルっていうのもありますね。でガバナンスっていうので ESG となるんだけど、もう舌噛みそうじゃないですかね。でなんか他から海外のものって崇めるちょっと傾向が日本ありすぎだけど、今度1万円札になる渋沢栄一さん見てごらんなさいよ。もういくつ会社作りましたか、いくつこの鉄道を引きましたか。そして資本主義の父と言われながら孤児院、養育院を作り、そして障害のある方々がちゃんとそこで立ち直れるようなさまざまな施設を作ったりということで、もう ESG だ SDGs とか借り物じゃなくて、日本は昔からやってるんで、日本人もっと堂々とこの社会を良くすることをみんなで励まし合いながら、ちょっと成功した人足引っ張りすぎる嫌いがありますけれども、成功した人にはよくやったねって言ってしっかり法人税も払っていただいて、そして社会全体としてより良くしていく。その中にはですね、外国の方々のさまざまな新しい発想などもですねしっかり取り入れたい。それによって日本経済がまた再活性化していくということ十分あると思います。ソーシャルインクルージョンという言葉がありますが、包摂という言葉、これは例えば障害のある方もない方も一緒に、男性も女性も一緒に、子どもさんも年寄りも一緒にということで、これ全体の力を生かしていきましょうということであります。まさしく SDGs、ESG というのはそのことであって、そしてこれは日本は昔からやってきたこと、このことをもう一度自覚しながらもっと強化していきたい、そんな東京にしたいと思っています。はい、ありがとうございます。私たちも社会を背負っていくですね、青年経済人として時代を担っていく子どもたちや、またダイバーシティをまだまだ理解していない企業さんもたくさんありますので、そういった方たちに積極的にですね発信をしていきたいなというふうに思います。それでは続けて高野市長にお話をお聞きしますが、府中市で行っている男女共同参画推進本部を、女性だけではなく外国籍 LGBT また障害者の活躍を含めたダイバーシティ推進本部設置の可能性について市長のもしお考えがございましたら聞かせいただければ、最初に、男女の、性別によって差別することがない街づくりを進めてきたということと、それから2つ目のご質問で、偏見、私はいじめだとか、あるいは虐待だとか、それから DV だとか、
まあ、そういった今社会問題となっているようなことがない地域社会を作りたいということをお話をさせていただきましたが、まあ、それに加えてこの4月1日から多摩地域で初めて性的マイノリティな方々が安心して暮らし続けていただけるようにパートナーシップ宣誓制度というのを設けまして、まあ、どちらか一方あるいは、お二人が、性的マイノリティであっても、府中市ではパートナーであることを証明しますということを始めさせていただいております。まあ、このように、まあ性的マイノリティあるいはさまざまな社会的課題となっている人権の問題、さらには障害がある人もない人もみんないつまでもこの府中で暮らし続けたい、そういった皆さんを市民の力でみんなで支え合っていくことで幸せを感じる、そういった街づくりを進めるために現在進めている街づくりの目標はみんなで作る笑顔あふれる住みよい町、市民みんなの力で共同で町を作っていこうということに、掲げさせていただいて、まあ、この、駅のすぐ隣に2年前にオープンいたしました、再開発ビルの5階6階に市民活動センタープラッツというのがあるのはその証でありまして、多くの人たちが集って、そして違う意見を持っていることを最初から認め合って、そしてその中からより理想の街づくりの姿が見えてくるんだろうというふうに思っておりますので、この道を進んでいこうというふうに思っているところです。はい、ありがとうございます。まあ、誰もが笑顔で輝けるそんな府中市を目指しているということで、とてもよく分かりました。ありがとうございます。また、それではですね、最後にゲストの皆様からですね、お一言ずつ、今日ご来場の皆様にメッセージをいただければと思います。まずは小池都知事からお願いいたします。はい、今日は青年会議所の主催ということで伺わせていただいております。20代から40歳までということですが、さっき申し上げたね、渋沢栄一だってね、いろんな企業を立ち上げたり、そうやって個人である養育院っていうのをね作ったり、それから東京商工会議所を作ったり、30代でやってるんですね。ぜひね、若い方々に私は希望を もっと持ちたい。でその時に最近はね、なんかとても保守的になっていて、できない理由ばっかり先に考えてんじゃないかなと思うような、若者が残念ながら多いような気がします。そうじゃなくて、若いからこそできることっていっぱいある。でその若い人たちがダイバーシティであるとか LGBT の話、障害について考える、今日のようなこのような催しをしっかりやっておられることに大変嬉しく思っております。それからちょうどですね、あと418日になりました。オリンピックパラリンピック、そしてこの府中は特にあと110日になりました。このラグビーワールドカップですね、メガイベントが続きますけれども、まあ、来年のオリンピックパラリンピックというのはまさに SDGs の塊、ラグビーも同じだと思いますけれども、世界に東京から府中から発信していくいいチャンスですから、今日のこのテーマをですね、皆さんと共に共有しながら世界へ発信していきたい、そのことをですね、多言語化にしたり、いろんなサイネージを変えたり、そしてまたいろんな条例などで後押しをしたりということで、これからも東京都として、これまでにない東京都の取り組みしっかりやっていきたいと思っています。青年会議所の皆さん頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続きまして高野市長お願いいたします。はい、府中市は今年のラグビーワールドカップでフランスとイングランドの公認キャンプ地になっております。それから来年のオリンピックパラリンピックではオーストラリアとオーストリアのホストタウンにもなっていまして、今年の秋9月の中旬頃からフランスが来て、そしてイングランドが来て、で10月の中旬にはオーストラリアの野球代表チームが府中でキャンプを張って、そしてさらにその後はオーストリアの10月の下旬にオーストリアの卓球代表チームが府中でキャンプを張るということになっていまして、もう次々、
ヨーロッパの国、あるいは南半球の国、まあ、その他の国からもおいでになる方々がいらっしゃると思いますけれども、そういった機会をいただいております。そして何といっても皆さんがいらっしゃる今ここ、ここが来年の東京2020オリンピックの自転車のロードレースのコースなんですね。ここを男性も女性も世界各国から来る選手の皆さんがこの道を通って大國魂神社の参道も通って富士スピードウェイまで向かっていくというコースでございますので、ここがまさに世界にこの魅力を発信する土地、まあ、場所になるわけでございますから、今日おいでの皆さんには、まあ、府中だけではなくて、まあ、東京全体あるいは日本全体が世界とつながる2019年2020年となるわけです。ぜひ、おもてなしをしっかりとさせていただいて、世界の皆さんとつながって、よりダイバーシティ、ダイバーというかあの多様性認め合う多様性あふれる街にしていきたいというふうに思っておりますので、今後ともあの私青年会議所の歴代ブロック会長なので、大変今日こういうことをやっていただいているのはありがたく思っておりますが、現役の皆さんを応援する、そして、OB の一人としても、大変ありがたく思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは杉浦太陽さんお願いいたします。はい、先ほど の男女の問題の件ですけども、僕はやっぱあの女性はもうか弱くて男が守ってあげるものと思ってずっと来たんですけども、いざ結婚して十数年経つと、あら女性はこんなにもたくましいのか、逆に男が頭上がらないなっていう面が多々あります。やっぱり、まあ、男より女性の方がこう精神面的にもすごく大人なところもありますし、逆にその男が頭が上がらない女性の力を家庭で見るんじゃなくて、これが社会に出るとどんだけ力になることかと改めて感じてます。でも女性が社会に出るためにはやっぱ男性のサポートもちろん必要ですよね。やっぱこう夫婦で話し合って、やっぱ男の新しい役目は妻を守る、家庭を守る、プラス妻のサポートもしなきゃいけないっていうのを改めて気づかせてもらうことができました。本当にやっぱ、ね、女性の力が加われば男女共に頑張れば本当に素晴らしい力の輪が広がっていくと思います。皆さんがね笑顔でいられるような輪は大事ですよね。はい、これからもどんどん輪を広めていきましょう。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゲストの皆様本当にありがとうございました。私たちも本当に多くのですね学び気づきをいただくことができました。それではこれにてディスカッションの方を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。ゲストの小池百合子東京都知事、高野の両府中市長、俳優の杉浦太陽氏、進行役の東京ブロック協議会溝木奈美会長、ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。それでは、公益社団法人日本青年会議所関東地区東京ブロック協議会諸田徳太郎副会長より謝辞を行います。小池都知事、高野市長、杉浦様、本日はお忙しい中誠にありがとうございました。あのダイバーシティという言葉をですね辞書で引くと非常にとっつきづらい難しい言葉が並んでおりますが、本日のフォーラムを聞いてですね大事なことはやはり、他相手のですね相手との違いを理解してそれを受け入れていくということが重要なんだなと思いました。まあ、来年の東京オリンピック、そして超高齢化社会に向けてですね、外国人も老人も健常者も障害者もそして男女の違いもなくですね、皆が笑顔でいれる社会を作るために我々も引き続きダイバーシティを推進していきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。ここで記念撮影を行います。ゲストの皆様中央へお集まりください。ありがとうございました。それではゲストの皆様がご登壇されます。皆様大きな拍手をお願いいたします。